Vamos a coger unas cuantas frases que se repiten. Es algo que se suele decir sobre las japonesas. De hecho, también os pedí ayuda a vosotros y muchos me habéis puesto comentarios, así que os lo agradezco un montón. Y hoy voy a coger esos comentarios y además otros más que hay por internet y demás. Y bueno, lo que se cree sobre las japonesas y se los voy a presentar a Nao. ¿De qué manera? Voy a poner un ejemplo. Si a mí me preguntas, oye, ¿los españoles son fiesteros? Porque se dice que son fiesteros. Yo te digo que sí. Pero... Si me dices, Alberto, ¿tú eres fiestero? Yo te digo que no. De esta manera vamos a preguntárselo a Nao, ¿vale? Primero en general y después en lo más personal. Aruberuto. ¿Nihonin yo seiga? Seiyojinga daisuki. Eso es todo, eso es ¿Ya Nao, ¿Coyente que ni? Coyente que ni, うん、なるほど。うん、最初のはあるあるだ。うん。うんあ。でもね、結構人によって分かれるそれは。私みたいに西洋人の人が好きな人もいるし、全然そっちは興味なくて、韓国系の人がめちゃくちゃ好きっていう人もいる。<ー>最近そっちで結構分かれてるかな。あ、じゃあ結局、日本人は好きじゃないじゃん誰もえ日本,日本人もじゃ日, <laughs> 日本人も好き <laughs> え。外国人だったらって話でしょ。うん。 そうそうそうそんな感じさ。日本人がちょっとやりやすいジェロー、タクシー。<laughs> ーシー <laughs> はい、まずいまずは一般どう？え、一般的にっていうのそれは海外で日本人がやりやすいってこと、それ日本の中で日本人同士でやりやすいってこと？え、違うなん,なんか。

日本国内で外国人とだったら結構やりやすいんじゃないなおもいやいや、個人的に。個人的に。いや、いいくない言ないたくない。言いたくない。わかった。秘密秘密。絶対にやりたいと思うけど、そうだったら。えっと、じゃあ日本、日本の外、例えば、旅行する日本人。ああ、なんか旅行してたら。 私の周りではちょっとあの海外に旅行する子がなかなか最近いないからちょっとわかんないんだけどでもなんかそのさ海外に行ったことのテンションが上がってその場のノリで外国人とやっちゃったみたいな話はたまにあるよねそうだねやりやすいんじゃない<れ>だから <laughs> そうそれはどこでもあると思うえー、旅行するともっとテンションが上がるから解放そう解放的になっちゃうじゃんそうそうそう <laughs> 日本人のカップルが 外で手もつながないで、キスもしない。うん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 、その通り、その通り。じゃなは、個人的に。しない。あ、でも高校生とか学生だったら手つなぐのはまあかわいい。大人はあんまりしないかな。なるほど、うん。で、キスはしてたら、まじか見せる。なんか二度見するよね。え、あそこのカップル何してんのみたいな。<laughs> あー、見られるね。<laughs> びっくりしちゃう。<laughs> なるほど。 私もそんな感じかなうん。手繋いでたら高校生だったら気になる。私は大人が手繋いでてもあんまり気にならないけど、やっぱでも公園とかでキスしてたらまあ見るよね。何やってんだって <laughs>。まあね。やなおなおしたことない外で。秘密で <laughs>。はい、また、また入ってこっち、ね。<laughs> 日本人が。 シャイ、日本女性。シャイ、初めましての人に。うん、うん。ああ、一般的にそういう人が多いかな。うん、でもこれって結構難しくないその人の性格とかにもよるじゃん。うん、でもどうどうも、う一般的に。一般的に。うん、めちゃくちゃその場の空気を悪くしないために、 いろいろ話す人ともうそれそれも考えられないから黙っちゃう人は結構分かれると思う。おお。でなお個人的に私は結構その場の空気を悪くしたくないからニコニコして喋ったりとか相手の話めっちゃ聞いたりしちゃうタイプで疲れてる。<laughs> <laughs> 疲れるねそれは。でもそれでもまあまあまあちゃんとシャイって感じてイメージだす。とりあえず。 そうだね、本当は黙っていいなら黙りたい、私も。じゃあシャイなのかじゃあシャイな人が多いかもしれない。うん、<laughs> まあ確かにちょっとわかりにくいね、そうだったら。うん。シャイかと。しいね、これそう、気をつけてるだけ。ダメは難しいね。日本人女性の肌が完璧、きれい。いや、そんなことはないと思いますけど。ああ、みんなに失礼、ごめんなさい。<laughs> <laughs> <laughs> 今のこい まあ確かにこれ俺,俺,が俺,が俺がいるね。見た目だと確かに日本人女性の肌がもっと綺麗に見える。うん、こっちの女と比べたらね。見た目だととりあえず。わかんない。わかんない、それは。そう俺それわそれかる。でもなおがそう思わない。じゃあなお個人的に、なおの肌。<laughs> <laughs> 私の肌は個人的にあんまり綺麗じゃない <laughs> と思ってる。それ でもやっぱりさ、道歩いてたらきれ肌綺麗だなってお姉さんはいっぱいいるよ。うん、じゃあどう、おいパンかいパンじゃないどっち。あ綺麗な人は多いです。はい、一般的に。はい。分かっ最初、全然、時間帯だけどね、<laughs> 君は。だって最初、個人的な意見言ってた自分。自分のことだと思って言っちゃった。ああ、なるほどね。そそそううう。綺麗じゃないって言ってた。日本人女性が甘物が大好きすぎる。 ある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 、一般的にそう思います。み <laughs> んな個人的には。<laughs> めっちゃ好き。<laughs> だってさ、パンケーキとかさ、なんか甘いものとか。新しいのだったら、結構みんな、あ、行こう行こうみたいになるじゃん。おお、そうなの。そうそうそう、なるなる。女性だけ、男性じゃなくて。男性は、男性もきっと好きな人は甘いものめ、いるんだろうけど。なんだろうね、そういう甘い。 物を売ってるお店って女性向けに可愛くなってたりするじゃんなるほどだから男性も気にしない人はいるんだけどちょっと通いにくいのかなって思う時はあるかな日本に女性が2つの声がある普通の声と、うん、さらに甘くて柔らかい声、うん、一般的はあると思ううんあるある <laughs> でなおは 私もそう普段だってこんなに声高くない。<laughs> あ今はさっと高くしてる、うん、<今>だって今ちょっと頑張って高くしてる。 あ、こんな感じだね。え、と思わない思わないえ、だってさ、さっき喋ってる時もっと低いと思わなかった。た、たかにね。じゃあ、俺もこんな話しよう。え、おかば、どうしたどうしたどうしたえ、いや、俺ももっと可愛い声したいからな、みんなに。次の、次の行きまちょっとキモいんだけど。日本に女性が、まあ、高い声をすごくする。 ほう。それさっきのとちょっと似てる似てる、似てる。そう。でも多分今の方はう、ね、元ああ、たーいとかそんな感じかなテンション上がりすぎて。そう。あるあるうん。なんか、そういうの結構上、高校生とか学生だったらありそう。おさすがに私の年齢になるとあんまりないかもしれない。なるほど。うん。 なんかさ、わいいもの見たりとかさ久しぶりに友達に会えた時とかさあーみたいなえやってみてあるんじゃない,いや今やったからもういい日本人女性が子供っぽすぎるえーこととかやってることあやってることあ外見じゃなくてうんうん多分 中身が子供っぽいっていやこれちょっとわかりにくいから例えば俺のイメージだと確かにたまにかわいいぬいぐるみとかカバンにつけたりするじゃんたぶんそんな感じかな、うん、はーなるほどたまにいるね確かに、うんうん、でもあるあるだとでもいっぱいいっぱいじゃない、うん、あんまりいないなるほど、うん、でなお悪人的に個人的に私もいないと思うしつけない 大人だからさ。大人だからさ。<laughs> まあ確かにねし。しかもこれは逆に、えー、コーチの方がやばいと思う。なぜなら日本人がね、大人になったら、うん、アニメの服とかなかなか着ないよね。めちゃくちゃオタクじゃないと。アニメの服例えばこっちはポケモンとか、<ー>こっちは新宿の人とか、えー、でもこンとか。そういうのはそう、ね、家の中で着るからそう、家の中だね。でもこっちは大人でも着る。<laughs> そのそ<れ>外,外,外に行くために。<laughs> そうそう、それじゃないでしょ。<ず>こっちは普通、あるまあある程度普通。でも日本はせ先生ない。もし日本でしたら多分一生お考えていないと思う。でしょ。<laughs> ちょちっと一生はちょっと言い過ぎたけど。<laughs> まあまあちょっとおげさけど。<laughs> あちょっとなんかまあ確かにそうかもしれない。えなんかイベントの時に来てるってことまあいいや、イベントじゃなくても。普通に学校行くためとかえ普通にじゃあちょっと買い物行こうみたいな。仕事とか仕事とか。 Tanto No van, eso no. ah, <laughs> sí que. Nihonde nayone, ¿eh? De moquete va a mamar. Tamani. Arama, arama. <laughs> so, o sea, esto, esto es un consejo de la hostia. Si vais a Japón, es mejor que no vayas con ese tipo de camisetas si no queréis dar un poco de imagen demasiado otaku. So, amari otaku na emilia, dastaku na katarane, nihonde amari ose se me sale de nayone. So, ¿no? <laughs> Lo que se aprende en este canal es perita. はい、これまたな前のと似てるけど、見た目がね、えー、子供っぽくしたくて、うん、そしてかわいくしたい。うん。子供っぽくしたい。若く見せたいってことでいいのかな。若くてかわいい。うん、なんかそういうのは結構あるかも。メイクとかでも若く見せる、若く見せるっていうか、若く見せる方法みたいなのもあるし、うん、あるね。うん、そういうことですね。<laughs> 僕は言えない。ははする <laughs> 私、私、あの、化粧下手なんで、そんなに気にしてないかな。なるほど。まあ、確かに、うん、なお、日本人のせにして、そこまでメイクしないよね。ええ、メイクするんだけど、隠れちゃうんだよね。ああ<ー>、自分の、自分の顔、ブラックホールみたいな。ここのさ、ここのさ、ここの目の線がさ、塗ってもね、うん、目で開けると全部隠れるの、これ。あ、確かに。 確かに。た <laughs> まだ。たまに。確かに。<laughs> で、それ、嫌だね <laughs> そ。そうだね。だから塗ってもあんま、塗ってもあんま意味ないかな。日本に女性がびっくりするとき、すごくおげさ。そんなことないと思います。そう、とても。<laughs> なんだ、この国の、あそこ。 <laughs> やめてくれる <laughs> しないしないしないそれはないそれない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 日本の女性が歯の並び方は気にしてないだから直さないそれは最近はちょっと気にする人が多い、うん、前よりかは気にしてるかな まあでも、なお、別に大丈夫からなお、個人的にも,何もない、ね。なに <laughs> ちなみに、ヤエバってダメな向こう、そっちで。ヤエバとこの2つが前に出るでしょ。かわいいじゃん。かわいい。そうあと、ツの質問はそれに対するだったから。だからかああ、本当そう。そうね、日本には、わさと、ジャエバをする。えそうなの,のらしい。<laughs> 知らなかった、知らなかった。わざとしないえ、つけるのわざと。つけるのそれともさ、なんか、強制して出すの出すとななんかじゃくはあ、と出す。え、いないでしょう、嘘嘘でしょ。俺も嘘に、嘘と思いないでしょ。そう、たぶんだ、誰か言った。つけるのは聞いたことある。でも、つける理由がなんで出すためにかわいい。あ、つけっとわかった。そのコスプレみたい。1日だけ、1日だけ、そうそう、コスプレみたいな1日だけ、はあ、つける。 とかなんとかだけかわいいか。そんなのだったら聞いたことある。周りにつけてる子はいないけど。ああ、じゃたぶそれでね。それで、その、しょうもない YouTuber かしょうもないメディアが言った。わざと、わざと、わざと、わざと。あるあるじゃん。だって、そういう、そうそういう、そういう、が、まあ、広まりやすい。うん。で、みんな信じちゃうわけ。でも多分なおの、イントロリオがね、その、ジャエバーが。 そう確かに俺もおかしいと思う。わ,わざと動,動かす意味ない。あんまりえワイヤーとかで出すってことだよね。そうなんかさほ。ちゃんと本当はまっすぐやるやつをさ、ここだけ出るようにするとか。それ聞いたことない。あるのかないやない、ないはず。ただネットに広まったあこと。<laughs> 日本にいるが。 まっすぐ。<laughs> なんか、胸も、お尻もないって感じ。そうそうそう。胸は人によってあります。<laughs> うん。で、尻はただ私は、あの、周りに外国人の方あまりいないので、比べられないから、うん。ちょっとわかんないけど、うん、日本人だと私より大きい子は言っぱいいます。はい。お尻はあんまりいないです。<laughs> なるほど。お尻は確かにちっちゃい人とか、平らな人が多いイメージがあるけど、 なんか最近ね、お尻の筋トレ流行ってんだよ。うん。だからね、結構鍛えてる子多いよ。だから、プルンってしてるよ、リンって。おお<ー> <laughs> なるほど。で、なおされしてる理由は、うん、<laughs> 知ってる理由まさかな、もうやろうとしてるかな <laughs> 見てるみんなのお尻いいお尻してんなって <laughs>。今の世のだね。<laughs> <laughs> <laughs> 見てるな、ほん 結構見てるお尻 <laughs> かわいいね。<noise> 日本女性が細い。細い人細い人は多い。はいうん、うん。でもう、うん、まあまあ、細いですね。ぽっちゃり系だな、私はな。ぽっちゃりだな。日本女性がダイエットに夢中。うん、そうだ。 常にダイエットだ。どう,もうん、そうだよ。おお、これ、全く100%か。<laughs> 気持ちはダイエットしてる。気持ちだけ。うん。うん、実際の行動はちょっとどうなのって感じだけどね。なるほど。ミサイみたいやん。しんちゃんのお母さん。いつもダイエットだけど。そう,なのそういつもダイエットだったけど、結局おかしいな。結局食べる。そうそうそう。それそれ。 日本女性がそのクリームね、綺麗になるためのクリームをすごく使うし、具体的に顔のためのクリーム。おー一般的にあると思うああ、でも確かに、そうだね、B、なんか、いやな、なんていうのあそこ、ごめん、お店の名前わかんない。なんかそういうさ、化粧品が売っているところ行くと、いろんな種類売ってる。ああ<ー>。だから確かに、そうなのかもしれないね。 私個人的には全然持ってないんで、うん、個人的には違うかなって感じ。<laughs> なるほど。塗って、塗ってないです。<laughs> なるほどね。まあ、なおいじゃないかな。いるかな。日本女性が歩くとき、足元がこんな感じで歩く。なんか、こんな感じわかるそう、普通にこ,これでしょでもこんな感じ。内股、内股っていう。内股か。内股。 えそれこれつま先がさ、こっちでしょ。そうそう。内股っていう。ええー。いや、これはマジで半々ぐらいだと思う。一般的に多いとは言えないと思う。うん、で、なおはちなみに私は内股じゃない。こっちこっちとこっち。<laughs> で、これ、これ、興味あるからな,なんで内股するもともとしたくなくても内股になっちゃう人もいるし。あ、そう。うん。 そううい人によって体は違うからね。でもこっちはなかなかないよ、そういう。じゃあんでだろう俺来たのはもっとかわいく見られるから。それもある。それもあるらしい。うん、あるらしい。日本女性が大量でも傘使う。使います。なんでなんで <laughs> え、熱いから。 暑いからかそのおかげでそこまで暑くない <laughs> そう日傘でしょそうあるある最近ねたまーにね男性も使ってるんだよええほんとうん、まあ、日本全国で使ってるかは微妙だけど私の住んでるところだとたまーに男性も使ってるでその理由は、まあ、暑いからでもまた顔白くしたいからじゃない あ日焼けしたくないっていうのもあるし、やっぱ直射日光が太陽がそのまま当たっているよりかは日傘で防いだ方がちょっと涼しい。ああ、なるほど。だからです。で、うん、何もする熱中、うん、する。絶対使ってる。日本女性がメイクしすぎて、またはカツラもする。メイクしすぎっていうのは、まあもしかしたら。 あるかもしれないけど、カツラはわからん。わからん、マジで。そうか。あんまり、あんまり、あんまりいないイメージがありますね。はい。で、なお、なおはなお、マイタでそこまでメイクしてないうーん、私はメイクしてない。でも、友達にすごいメイクする声、うん。マジで。もともと可愛いんだけど、メイクしてもっと可愛くなってる。で、今、カツラ撮って <laughs> カツラこれ 取れないんだけど <laughs> <laughs> 残念ながら取れないんですよこれは <laughs> 結婚する前にちゃんとわからなきゃいけないその男性がね相手,相手が給料も高いしあと住む場所もいる家とかいるええー、わかんないこれわかんないわ <laughs> かんないなお家的には、えー、だって私そんな選ぶ権利なかったじゃん 選べるとしたら <laughs> 選べるとしたら選べるとしたらえー、あでもなんか30代くらいになるとやっぱりお給料面が気になるらしい1か月にどのくらいお金を稼いでくるかみたいなそういうのは気にする女性が多いという話を聞きました日本に女性がお金欲しがってるみんな欲しいしゅうや <laughs> だけど多分さらに さらに、例えばね彼氏とかできたらあ、お金いるたくさんあるから、彼氏にしようとか、そんな感じかなあ。なるほどね。あ、それかあれかな彼氏におごってほしいみたいな。それも、ね。となんかご飯食べて、あ<ー>お金出して、ね、みたいな。そうそう。遊んで、お金出してみたいな。あ、うん、結構そういう面で頼りたい人はいるんじゃないなるほど。でなんは逆に、私はどっちかって割り勘半々で出したいタイプなんだけど、うん、これ私の友達で、 彼氏に出してもらって逆に彼氏がちょっとお金出してよって言われたらなんかえなんで私が出さなきゃいけないのって思ったんだってその子はあなるほど <laughs> そういう子もいる <laughs> それは嫌だね俺だったら <laughs> ああ俺はさだからそこはとちょっとトリックでも帰らない <laughs> もう一度帰らないそういうのだったら帰らない <laughs> 結婚している場合日本女性がお金,をお金を管理するそう うん、何に使うか日本にに世話が決める。ああ、一般的にそういうお家が多いらしい。うん。な、うん、はうちは違う。<laughs> <laughs> うちは違う。<laughs> うちは違うけど、周りはそうみたい。日本におが家に残って仕事しないでね、家に残って。で、 男性だけ、夫だけ、仕事をする。のがい、い。うん、で、子供のもう育ちたい、日本女性。ううん、あ、専業主婦で子育てと家事にだけをやって、旦那さんが働くってことだよね。うん、そう。前はそうだったけど、今は女の人も働いてる人多いよ。う。ん、なるほど。で、なわけよ、私もそうも、私もそうも、私は専業主婦はちょっと無理だった。働きたかった。<laughs> なるほど。うん。 まあ、スペインも昔これまた同じ昔女性が仕事しないで旦,旦那だけしてた、うん、う日本女性が25歳になるまでに結婚したいえわ、ー、かんねえわかんねえなこれはわ <laughs> かんないでもよく言われるのはね、20歳超えるともうクリス,なんていうクリスマスケーキもうダメ、うん、えいやそれは知らない言わないの日本で 確かに 30, 30くらいまでに結婚したいっていう人はいるかもしれない。30とか30前半。うん、やっぱり子供を産んで育ててっていうことを考えると30くらいまでに結婚して子供を産みたいなって人はいるんじゃないかな。まあ確かに40歳になるともうなかなか子供育てるのが大変になるじゃん。 私ですか私ですか？So、なお <laughs> なかっか。ずっとそっか。そっか。そっか。そったそっか。そっか。そっか。った、そっか。そっか。なっか。ったそっか。そか。そっ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 もそっか。そっか。そっか。ら。っか <laughs>。そっか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 。そ o か。そっか。そっか。ありがとういました。か。そっか。そっ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  取りましょう。愛してるぞ。<laughs> バイバイ。